文の信近は、戦国時代から安土桃山時代かけての人物。海の戦国大名で、武田氏当主の武田信玄の次男。武田龍薫とも、意名は勝重とも呼ばれる。陽名は次郎。母は三条の方で、春信嫡男の吉信、溶接した信之は、同母兄弟、春信四男で、武田家家督を継承する、武田勝頼は、異母帝に当たる。 武田龍河織母所甲府市入民時、紅葉軍艦によれば信近家は盲目であったと言われ、失明の時期については、海の国史は生まれながらの盲目であったとする説を取っているが、近年は、工事2年、武田晴信岩門移しの存在から、幼少期の失明であった可能性も指摘されている。新元期の信濃信仰で征服した信濃小さ型軍の国衆。 運の幸義の娘をめとり運の氏の名跡を継承するが、一向胸の僧である、長演寺、実領の弟子となり出家し、竜薫と合した。信淵は、繁族繁層のみで、軍艦ではご親族衆には含めず、政治の表舞台に出ることがない幼年男子や側室、女子などに用いられる、様付け古障で、古性、しるべ様と称されている。年には、 兄の吉信が、無本により処断され、竜薫は、盲目で、弟の信行は溶接していたため、家督は、伊母帝の勝頼が継承する。天正十年、織田信長による改信行の際は、介入民事にかくまわれたものの、天目山の戦いにおける、勝頼敗死の知らせを聞くや、同時で自殺したとも殺害されたとも伝えられる。3月7日、 武田家滅亡の4日前に信長の着死、織田信忠により殺害されたとも言われる。去年42、法名は、長芸院伝釈誕竜薫大古事。一族の穴山信君の娘をめとり、その間に設けたこの信道は出家して、県領道会と合し、織田家による残党金を逃れたが、大久保長安事件に連座して、伊豆大島に流された。 右与曲折を経て赦免された後に、江戸幕府の後家として、名脈を保った。また、妹の新生院伝にかくまわれた女子もある。ありがとうございます。